ねえ。はい、で今日の夏に最近ここの通路に布団敷いてマジで寝てるんですけど、で今日やりたい方はな、今日ですね、今日何やりたいかっていうとマジ寝起きなんだよ、こんな感じで。今がね夜の12時半なんだけど、今日はねなんかマジ9時半とかに起きて、あの朝のね、朝の9時とかに起きたから普通に寝起きなんですけど、なんか俺朝起きたらさ、枕は結構変わる性格だよ普通に。なんかあの本当ありがた迷惑なんだけど、なんかユッケになってたんすよね今日枕が。本当に。なんかめっちゃ頭皮の匂いがするんだけど、これなんか、クレーム言おうかな。あ、すいません、ちょっと、注文してユッケが、ちょっと、あの、ジジイの頭皮みたいな匂いがするんですけど、大丈夫ですか？わかりました。はい。あ、すいません。間違えた。歯医者に電話しちゃった。間違えた。今日はユッケが枕になってたから、いや、なるわけない、まじ、なるわけないじゃん。朝にさ、巨大なユッケ丼みたいな食べたいなと思って。だって朝に食うもんじゃないじゃん、あんなの普通に。夜ご飯でもさ、食いたくないのに。あ、違う。いって！この笑い方めっちゃ痛いんだけど、鼻が。しっかり綺麗にね、作って食べていきたいと思いまーす。いってきまーす。早速ね、こんな感じでキッチンに着いたらね、もう作っていくんですけど、机の上汚ねえ、なんか。めっちゃパンツ乗ってんじゃん。キュン！あっちぃ！気持ち悪いか。え、ちょっとね、もう普通に着いたから、え？ちょ、やばいでしょ、これ。もうさ、これ、株じゃん、これもう、ほら。浦島太郎に、みんなで引っ張られてる、なんか株みたいな、なんか、早速もうね、朝なんで、作っていくんですけど、もう、眠い、マジで。何これ洗濯しすぎてさ、このうんこティッシュダルダルになってるんだけど、なんか。還暦迎えた後のさ、なんかさ、ジジイのおっぱいみたいな。あ、ちょ、ちょ、あの、還暦終えた後のさ、ババアのおっぱいみたいな。おっぱいって言っちゃった、マジで。あー、もうやばい。いや、俺マジでさ、めっちゃ準備がいいからさ、うわ、ちぇマジ。いや、俺さ、本当に準備がいいからさ、動画始まる前にさ、なんか、あの、ご飯炊いて、あ、だって寝起きじゃん、これ、普通に。寝起き設定だったわ。この家すごすぎるんだけど、これ。ご飯が勝手に炊いてあるんだけど。いや、逆に怖いわ、本当に。ふぅー。あちゃ、気持ちいい。やばい、でも気持ちいい。やばい、あちゃ、やばい、マジ、本当にやばい。べちゃべちゃしてる、なんか。で、次やることは、もう見て、こんなにユッケあるんすよ。やばい、ほんとにね、この上で寝てみたいもん、俺、なんか、ほんとに。あー、眠い。ほんとに眠い。痛い、背中痛い。なんか刺さってる。ちょっと、痛い、なんか刺さってる。あ、どうしよう、これ。ちょっと待って。まぜ。これな、高級なやつだからさ、これだけでね、なんか2、3万ぐらいしたんだよね、なんか。まあ、俺にとってはさ、本当に、あの、ジュースでさ、あの、コーラ買うぐらいの感覚なんだけど、あ、もう、まあ、やばい。もう、そんなこと言ってるからさ、どんどんさ、俺の評判が悪くなっていくんだって。TikTok でも炎上するしさ。あー！クソが！気持ち悪い！ふざけやがってよ。なんなんだよ、これもう。もう嫌なんだけど、本当に。眠い。やば。マジで痴漢してる気分なんだけど。待って、ここ電車。ここは電車だよ。目の前に酔っぱいがいるよ。目の前に巨乳がいるよ。あ、やばい。あ、イエス。痛い。なんか、シュプリームのパンツさ、なんか、おちんちんの位置おかしくない？これ。鼻が痛い。ちょっと待って、これやばい。ほら、見て。すごくない？これ。ほんとに。見てこれ、めっちゃ美味しそうじゃない？これ、子供の頃のさ、夢とかだよね、これ。なんかこんなに食いたいみたいな。え、なんかさ、あ、生まれたての赤ちゃんのさ、肉を全部削ぎ落としていったらさ、これぐらいの肉取れそうじゃないですか。やばい、取り乱しちゃった。間違えた。
じゃあもう早速ね、ここに入れていきまーす。え、足りるかなこれ。これで足りないとかあんのかな。ちょっと真ん中をこうやって開けますね。なんかケツの穴みたい、ケツの穴じゃない、教えた、アナルみたいな感じで、あ、違う、あの、アナルみたいな感じで真ん中だけ開けていきまーす。いや、ちょ、全然、あ、ごめん、全然見えてなかった。俺の背中しか見えてなかった。まあ、お父さんのさ、背中を見て育てって言うでしょ、本当に。お父さんの背中だよ、これ。お父さんの背中だよ、みんな。めっちゃ美味しそう。やばい、これ。めっちゃ美味しそうなんだけど、これやばくない？ほら。やばい。なんか赤血球がさ、通りまくったさ、なんか血管みたいな。やばい、マジで重たい、これ。ちょっと待って。めっちゃ美味しそうなんだけど、ほら。やばくないこれ。なんかすごいさ、あの、ミミズの大群、こんな感じのさ、丼が出来上がりましたんで、しっかりきれいにね、もうこうやって食べていきたいと思いまーす。いってきまーす。あー。え、ちょっと待って、見て、これめっちゃ美味しそう。やばい。めっちゃ美味しそうなんだけど、これやばい。あー、ちょ、こっちか。早速ね、こんな感じで出来上がりましたんで、もう食べていくんですけど、俺なんかわかんないんだけどさ、ね、気絶してた俺今。マジ。サムネ撮ってて、なんか、サムネの画像確認してたらさ、もうそのさ、なんか、もう1時間ぐらい記憶がなくて、マジ気絶してました。え、気絶してたね。え、どういうこと？なんか倒れてたんだけど。やば、普通に。頑張りすぎてるかな？わかんないんだけど。まあ、早速ね、ちょっと食べていくんですけど、でもカピカピになってるもん、これなんか。あの、無精した後のさ、パンツみたいな。たっぷりね、肉取って、いただきますね。いただきまーす。サリー。うん。なんか若い頃はさ、俺こんなやつだったんだよってめっちゃ自慢してきそうな金玉。武勇伝めっちゃ言いそうなんだよね、この金玉。ちょっと、この卵。めっちゃ美味しい。じゃあ次はね、そこら辺に生えてそうな草を使ってちょっとね、巻いたら美味しいんじゃないかなと思って。あの、ふんどしみたいになんか、自然由来のさ、あの、ふんどしってさ、なんか、気持ちいいんじゃないかな、あ、なんか、美味しいんじゃないかなと思って、ちょっと何言ってんのマジで。今の意味がわかんない。初めて意味がわかんないと思っちゃった、自分で。まあ。めっちゃ美味しい。やばい、ほんとに。え、ちょっとさ、一個言っていい？なんで気絶してたかわかんないんだけど、俺その気絶してたやつのせいでさ、じゃ、なんも思い浮かばないんだけど、喋ることが。もう頭が今真っ白なんだよね。なんもね、面白いこと思いつかない。やだ！いつもだったら、めっちゃ面白いのに。やだ！お母ちゃん！ママ！ドラッグやりすぎて、頭真っ白。あー！違う。やってないから。わかんない。疲労かな？わかんないんだけど。これ初めて、ほんとに。マジで記憶がない。何してたんだろう、俺。え？美味しい。ネギまずい。下を向いて風を切るようにカッコつけて歩いてたら、腰がめっちゃ痛くなっちゃった。コーラーこうやってやったらさ、なんかさ、もう腰がめっちゃ痛く、痛い腰痛いってなっちゃって。いいね、なんか、腰が。脳みそがね、なんか、マジ回転してない。普通回転してないと思うんだけど。たまには小さめもいいんじゃないかなと思って、でかちじゃない。大きいおっぱいばっかり揉んでたとしても、たまにちっちゃいおっぱい揉みたいなと思う時もあると思うんすよね、結構。でっかいケップばっか出してても、やっぱたまにはね、ちっちゃいケップを揉んでみたいなと、ああ、違う。液体が欲しい。っていうかさ、なんか赤かったと思うんだけどさ、もうめっ
ちゃくどす黒くなってきてるんだけど、なんか俺がさ気絶してる間にさ、なんかハワイでも行ってきたのかな、これ。なんでこんな黒いの、バカンスしすぎじゃないこれ。でマジでさ、なんだろう、ただ単に眠すぎたのかな。ああ、こっちか。もうちょっとお腹いっぱいすぎて、ちょっとやばい。マジでお腹いっぱい。うん。うわ、やばい。もうなんかお腹いっぱいすぎて、もう嫌すぎてさ、なんかさ、エロ漫画とかに出てくるさ、なんか触手とかに見えてきちゃったもん。ああ、じゃあそれご褒美だ、そんな。セームプレイとか出てくるさ、なんか垂らした後のさ、真っ赤なろうそくみたいな、ああ、もうそれもご褒美だった。間違えちゃった。もうちょ、何これじゃあ、な、消化の悪い、消化の悪いもん食った後のうんこ。マジきつい。まず寒気と、お腹のいっぱいすぎて気持ち悪さと、なんか、二日間風呂入ってなくて、体がベタベタすぎて気持ち悪いのと、なんか、あとなんか、乳首が微妙に立ってんのがちょっと気持ち悪いのと、普通にもう食えない、なんか、もう無理、ごめんなさい。めっちゃお腹いっぱい。底上げすぎてる、でもこれ。底上げすぎてさ、なんかこれ、取ったらさ、多分ね、本当に一気にね、沈み込んじゃうんで、なんかデブの乳首みたいな感じで、なんか、全部焼いたらチャーハンにできると思うから、チャーハンにして、ちょっとね、しっかり綺麗に食べたいと思うんで、しっかり綺麗にね、作って食べていきたいと思いまーす。休憩しまーす。